はい、プレーボールどうも野球人です。中日ファン絶望、新外国人野手獲得なしの可能性ということでございまして、今回は中日の新外国人選手補強のお話でございます。しかしですね、ちょっと中日ファンの方からすればかなり良くない方向にね、お話が進んでいるのかなというふうに思います。では記事から見ていきましょう。はい、中日が新外国人野手獲得見送りも。中日辰巳和義新監督が15日名古屋東海ラジオに大西外野守備走塁コーチと森野打撃コーチと生出演した。リスナーからの質問で外国人獲得について聞かれると、疾患はまだはっきり決まっていないが、アリエル・マルティネスより長打がある選手がいないので、もしかしたら取らない可能性もある。秋も志願して残ったし、もしかしたら日本に入国するのが遅くなる新外国人よりも、秋からずっと見ている選手の方が頼りがいがある外野手も使える選手が多い。長打が打てる選手がいれば本当は欲しかったが、見ている中ではそんなにいなかった。もしかしたら取らない可能性もありますと話した。担当の大西コーチは、アリエル・マルティネスについて、周期練習からしっかり練習した、最初からちょっとずつ上手くなっている、決して上手いわけじゃないが、飛んできたボールを自分の脚力で、取ってくれれば十分と成長を認めたということでございます。はい、ということでラジオにね出演されました。その中でね、質問に答えるという形で、ちょっと外国人選手の特に野手ですね、そこを取らない可能性があるということをおっしゃっておりましたので、まあこのことにですね、中日ファンは騒然となっているということでございます。ではなぜこんなことに、ね、なってしまったのかというところもお話ししていきましょう。はい、ではですね、なぜこのような状況になってしまったのかというところですね、まず一つ目はですね、これがもう本当に一番大きな理由です。お金がないということですね。中日はですね、非常にやっぱり金銭面苦しんでおりまして、外国人選手の補強費というところもね、まあ、渋っている状況でございます。これはもう毎年なんですけれども、まあお金がないと。そのことで、ドミニカウィンターリーグに絞っております。B クラスでですね、早々決まりまして、非常に新外国人獲得とかねしやすい状況ではありました。しかしですね、また球団がAAA クラスのですね、選手を獲得する中、まあ、中日はドミニカウィンターリーグ、今開催されているねドミニカの、リーグでございますが、ここに出場している選手に絞ってですね、スカウティングを今現在している状況でございます。まあ、なぜかというとですね、ここに出る選手っていうのはまだ所属先が決まっていない選手なんですよね。まあ、ここでアピールしてっていう形にはなってね、来るので、まあ、ここに出る選手は安くね獲得できる。そしてここで活躍した選手を、まあ獲得すればですね、まあ、安い金額で、まあ、見極めっていうのが可能になるんですね。なので、例年ここの、ウィンターリーグに絞っているんですね。で、それは今年も一緒ということでございます。そして3つ、オミクロン株で大塚さんが帰国することになったということですね。まあ、ドミニカウィンターリーグ行ったのはいいんですけれども、ちょっとオミクロン株で、危険な状態になってきました。現在ですね、まあ、国際ですね、障害担当をされている大塚さんがですね、まあ、スカウティングしているんですが、まあ、大塚さんがまあ帰国ということになりますので、そうなればですね、やはりスカウティングもできない状態になるということで、まあまあ、凍結している状態でございました。で、その中から、辰巳さんがね、ドミニカウィンターリーグの選手見て、長打力がない選手が多いということで、まあ、獲得見送りということになっているんですね。まあ、予算はだいたい5000万円ほどということで、ドミニカウィンターリーグにも長打打てる選手っていうのはいるんですよね。ただ、中日の予算内で獲得できる選手がいないということになってるんですよね。で、このまあ予算5000万円ほどということなんですが、中日が低予算で獲得した主な当たり野手ということで、過去を振り返ってみるとですね、ブランコ、ルナ、クラーク、アルモンテなどですね、まあ様々な選手をドミニカウィンターリーグからまあ厳選して獲得してきました。で、成功はね、まあ、していってるんですよね。まあ、特にですね、まあ、ブランコとか、まあ、アルモンテなんかもね、非常に、活躍してくれた選手でございました。で、初年度年俸、出来高含めずなんですが、こう見るとですね、きっちりと5000万円以内の、まあ、予算の中で取ってきていると。ただ、年々ね、ちょっとそこもね、上がり気味にはなってきているんですけれども。ただ、2018年アルモンテの時から予算の上限っていうのがね、中日今現在止まってしまっております。昨年のガーバー選手も5000万円、おそらく今季もね、それと同じぐらいの額で調査しているのかなっていうふうに思います。ただですね、18年ですね、まあ、17年オフのことなので 4,5 年前のことです。そこから MLB の最低年俸上昇、 NPB の投手レベルが上がったこと、有望株がどんどん警備用に流れやすくなっている、さらに今現在の円安の流れ、そういうところを踏まえるとですね、まあ、もう5000万円では昔ほどいい選手を取れない時代になってきております。
なので、まあ他球団見てもですね、まあまあ、かなり出している球団っていうのが多いのかなっていうふうに思います。だいたい契約金入れてもですね、まあ1億円は必要なのかなっていうふうに思います。そのくらい出さないとですね、ちょっと活躍できる野手っていうのはね、特に取れなくなりつつあるのが現状なのかなというふうに思います。はい。ではですね、まあ、中日どうするつもりなのかというところですよね。まあ、予算の金額が、まあ、上がれない、まあ、上げたいんでしょうけれども、そこもなかなか経営面で難しいと。まあ、そうなれば、やはりキューバ組を育成するということにね、なってきます。で、中日の外国人選手見ていきましょう。はい。では、中日の外国人選手ということで見ていきます。支配下はですね、ビシエド、ライデル、アリエル、そしてロドリゲスの4選手でございます。で、来季、外国人枠5人が継続決まっておりますので、1人足りない状況ですね。まあ、野手は、まあ、取らない可能性があるということなんで、おそらくピッチャーはね、取ってきて5人にはするかなっていうふうに思います。で、育成はアルバレス、ガルシア、若松という感じですね。で、黄色で書いてるのがキューバの選手でございまして、実に7選手中5選手がキューバ組の選手になっております。まあ、非常にキューバの依存度が高いということですね。まあ、キューバはですね、安く獲得して育てるということができます。今回ね、ガルシア、そしてアルバレス、この2人もそうなんですが、しっかりと育成していって、で、育ってね、来て、まあ、戦力になったらがっつり、長期契約で囲い込むという、まあ、ライデル・マルティネスみたいなね、パターンに、まあ、持っていきたいんだろうなっていうふうに思います。で、このパターンはですね、まあ、現状うまくはいっているんですよね。まあ、しっかりと戦力になる選手や、プロスペクトの選手っていうのを、まあ、中日が、まあまあ、ほぼほぼ独占ね、している感じにはなるので NPB ではなので、まあ、うまくいってるっちゃいってるんですが、ただ先細りの不安も非常にあるのがこのキューバルートの、まあ、ところなんですね。まあ、なぜかというと亡命そして MLB 解禁などで維持ができなくなる可能性があると。現在もですね、非常にキューバ亡命が多くなっております。特に今季が顕著でして、プロスペクトの選手っていうのがもうめちゃめちゃね流出してるんですね。今回、来たですねガルシア選手と、まあ、もう一人ね、プロスペクトの野手を、まあ、獲得しようと思っていた、らしいんですけども、彼もですね、亡命してしまったということで、もう野手がですね、どんどんキューバ減っていってきてます。今回のガルシア選手で、ぐらいが、まあ、野手のプロスペクトだったのかなっていうふうに思いますので、まあ、そこでね、人材難になりつつあると。そして MLB の解禁ですね、まあ、これもね、可能性はなくはないんですよね。トランプ政権からね、バイデンに変わって今年は動きはなかったんですが、そこのルートっていうのが開かれればですね、もう NPB 飛ばして MLB に挑戦っていう形もあるので、中日がね、独占できる状態ではなくなってくる可能性もあるのかなっていうふうに思いますので、なので、まあ、新たなルートの開拓の必要性っていうのはおのずと出てくるのかなっていうふうに思います。今のうちにね、ある程度、まあ、ドミニカ、ウィンターリーグ、キューバ以外のところもね、まあ、特に北米ルートになるのかなっていうふうに思うんですけど、そこを積極的に行っておかないと、まあ、数年後ね、えらいことになる可能性も、全然あるのかなっていうふうには感じます。はい。まあ、しかしですね、まあ、今期に関しては、まあ、ここからもう動きようもないなっていうところでもあるので、まあ、そうなれば、来季期待している選手というところにね、目を向けるしかないのかなっていうふうに思います。それがこの選手ですね。はい。それがこちらの選手です。アリエル・マルティネス、来日4年目ということで。まあ、序盤で見たですね、記事の中で、立浪監督もですね、おっしゃっておりました。キーポイントとなるのが、このアリエル・マルティネス選手でございます。出身はキューバ、1996年5月28日まで25歳、190cm、95キロポジションキャッチャーで、右投げ、右打ちの選手です。年俸がですね、3000万円です。18年に中日と育成契約を結び、入団3年目の昨年は2軍で打撃が覚醒し、試合が登録を勝ち取ると、実に20年ぶりとなる外国人捕手としての出場を果たし話題に。しかし、飛躍を期待された今季は、度重なる故障や木下捕手の台頭もあり、主力を得られずに悔しいシーズンとなってしまいました。はい。今季は1軍成績48試合、2割4分4厘、20安打2ホーマー、OPS が 0.657 という成績です。一方、2軍ではですね、14試合3割2分1厘、28打数の9安打2ホーマー、OPS 0.994 と、少ない打席数ながら2軍では結果を出しておりました。はい、このマルティネス選手ですね、来季から外野にもですね、本格的に挑戦すると。キャッチャーですと、まあ、やっぱりね、まあ、言語の壁というか、そういうのもありますし、技術的にもね、木下選手の方が、まあ、上回っているので、出場機会っていうのがない。ただ、本当に彼のね、まあ、打撃力に関してはですね、かなり期待はね、私もしております。将来的には、やっぱ20本、30本ぐらいね、バンテリンドームでも打てる選手にはなるんじゃないかなっていうふうに思っている選手でございます。
ので、まあそれはね首脳陣も一緒なのかなっていうふうに思いますので、まあ彼にね、まあ期待と。中日の来季はですね、まあこのアリエル・マルティネス選手に託されたと、まあ言ってもね、いいぐらいのちょっと期待感っていうのはあるんですけど、まあただ怪我もね多い選手なので、本当に彼だけで大丈夫なのか、サブでもいいのでね、5000万円クラスの選手すらもね取らないのかというところが、まあ気がかりではあるんですけど、まあ彼にやってもらうしかないという状況にはなってきました。はい、というわけで、まあこんな感じで以上でございます。最後ねネットへの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。中日 OPS7 割のビシエドに3年11億で身動き取れないっていうのはさすがにアホでは、金ないならビシエド放出で1億円くらいの外国人3人くらい連れてくればよかったのではということですね。やっぱりねこういうお話になってくるのかなというふうに思います。まあなかなかやっぱね財政面が苦しい中ですね、まあコロナ禍で、使えるお金も限られると、一番いいのはビシエドを残しつつ他の外国人選手もね取ってくるっていうことなんですが、それがまあ難しいよねってなったらですね、このビシエド残留っていうのがかなり、重りにはなってくるのかなと。さらに、今期からですねライデルも3年契約ということで、まあライデル、ビシエド、この2人で、まあ、かなりね中日の年俸っていうのを圧迫しております。まあそうなったらやっぱビシエドを残すのはまあどうだったんだっていう声がね出てきてもおかしくはないのかなっていうふうには思います。日ハムなんかもね球団、経営苦しいとは思うんですけど、思い切ってノンテンダーで3人ね切って中田翔選手も放出っていう形になりました。まあ結構ね大胆な策ではあるんですが、ああやって新外国人選手をまあ補強してチームのまあ勝利につなげてはね、苦しさっていうのはあるのかなっていうふうに思いますので、そういうことを考えるとやっぱ中日は、お金の使い方っていうのはうまくない球団にはねなるのかなっていうふうに思います。もしかしたらこのね新しく3年契約で、まあ結んだ期間はですねこういう状況が続くのかなっていうふうには思いますので、このビシエド残留っていうのが、今後ですね中日にどういう影響を及ぼすのかっていうのがね心配されるところではあります。こちら見ていきましょう。外国人って別に新規で取る必要はないんだよ。イルジャン、サンソがモヤとかバレンティンとか一回切られてるんだから1億までいかない金額で契約できるでしょ。5000万ガチャするより絶対この3人の方がいいということですね。これに関してもちょっとお話ありましたね。バレンティンは取らないというお話が出ておりました。まあモヤもちょっと守備位置的にね、ファースト戦の選手なんで難しいかなっていうふうに思うんですけど、まあ取るとしたらサンズかなっていうふうには思うんですが、まあやっぱ予算オーバーはね、してしまうのかなっていうふうには思いますので、中日的にもまあそれであれば取らないっていう選択肢に、なってきてしまうのかなっていうふうには思います。難しいね、ことかなっていうふうには思うんですが、やっぱもう一人ね、選手保険でもいいので、入れておいた方がいいのかなっていうふうには思いますので、まだね決まったわけではないので、今後どういう動きになってくるかっていうのはね、変わる、可能性も十分にありますので、まあその都度分かったことがあればお伝えしていきたいと思いますので、よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。以上、野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。